ルーエがさらわれた。くそ、私がもっとしっかりしていれば。反省するのは後だ。今はルーエンハイドを助けるのが先決だろう。そうですね。でも月食城は一体どこに。湖の中だ。え？教皇庁から連絡があった。湖から強大な夜の力が溢れ出ているらしい。きっと奴らはそこにいる。行くしかないな。みんな準備を整えてくれ。すぐに出発するぞ。月食城、薄気味悪い場所だ。いいえ、待ってろよ。必ず助けてやるからな。やった。アルシェ。
その程度いいぞ。アルシャン、どいて。遅い。クモよ、どいて。アルシャン、遅い。この調子だ。この調子だ。いいぞ。この調子だ。遅い。やっ。あっちからだ。あいつ絶対に許さない。この調子だ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 。全てを焼き尽くせ。この調子だ。この調子だ。この調子だ。これなら、これなら、いいぞ。この調子だ。やったら、いいぞ、いいぞ。クリストフォロス、この前はごめんなさい。私が偽の情報をつかまされるなんて。いや、仕方ないよ。誰にもわからなかったさ。やはり奴は狡猾で、目的のためには手段を選ばない。気をつけて。絶対に死なないで。お前がいなくなると楽しみがなくなる。ああ、死なないよ。私はクリスがそこまで言うなんて相当気に入ってるな。あなたのせいよ。見送る者の気持ちを知ってしまったから。クリス、じゃあ行くよ。ああ、さっさと行け。そして帰ってくるのよ。走り抜けろ、この明けない夜の中を。そして奏でなさい、あなたの生きる音を。
その程度この調子だ遅いその程度その程度Hey!
この調子だ。この子、私の愛をたっぷり注いでいるのになかなか強情なのよね。でもそろそろ限界かしら。この子の目の前であなたを倒せば最後の希望は砕け散り妖魔に落ちる。そして妖魔となったこの子の剣があなたの心臓を貫きとどめを刺すの。どう？最高の思考でしょう。お前だけは許さない。なあ、遅い。遅いな。やった。やった。せや。やった。やった。夜の前にひれ伏せ。いいぞ。この程度。さあ、やった。せや。遅いと。もうやった。やった。せや。いいぞ。ほら。これなら。私を楽しませなさい。遅い。遅い。アルシ。ちょっといいか。いいよ。おいおい。遅い。なあ。
こんなもの。アルーシアルシェ、
私の役目はこれで終わりね。役目？何のことだ？どうだっていいじゃない。どうせ妖魔と人間は分かり合えないんだもの。何？だってそうでしょ、夜と昼は共存しえないわ。人間は炎や電気で必死になって夜を光で埋めようとしている。そうしていずれ世界は光であふれ、夜のない国が訪れるわ。それは妖魔が生きることのできない世界だから、同じことをするの。私たちは世界を夜で埋めるのよ。妖魔と人間は同じ道を歩むことなどできないんだから。そんなことない、人間も妖魔も共存できる。そもそも人間だとか妖魔だとかそんなのは関係ないんだ。大事なのは何をなすかだって教わったし、人間でも半妖でも私は私だと言ってくれる人もいた。人間と妖魔に必要なのはきっと相手を受け入れる勇気なんだよ。あなたのような人間がもっと世界にいたら、マルバジーヤ様は、あの方は過去の悲しみのあまり、もう誰の言葉も受け入れることはないわ。どうかあなたの手で解放。デロッサ、いや、今はこの鍵でルーエを。なぜ私を助けに来た。一刻も早く月の女王を倒すことが任務だろう。バカ、そんなこと言ってる場合か。間に合ってよかった。すぐに毒を抜かないと血をもらうぞ。待て。どうした？あの、こういうの初めてなんだけど。そっか。待て待てったら。なんだよ。なあ、こういう時に言うことがあるんじゃないのか。
行くぞ。待ってよ、待って、何なんだよ、まったく。ほら、なんかこう、もっとあるだろ。失っちゃったか。一旦ホテルに運ぼう。これってルーエの感情を力に変える技。気にすることじゃない。何をなすか。結果報告だ。力が戻っていく。